預言者じゃないですね。まあでもね、原子力というものがあると、やっぱりそのようなリスクは間違いなくあるということを分かってないといけなくて、それに対するなんかこう、なんか心構えだったりとか、その住民みたいなものが全く行われてなかったとか、はっきりしたわけですね。今、福島では、4月の5日、3月5日でした、4月でしたっけ、20ミリシーベルトまで引き上げられた子どもたちの数値、まず当初は20ミリシーベルトでした、はい、あ、そうでした、最初から20ミリシーベルトっていうものを基準にしていると。日本の基準は最初1ミリだったんですか。で、それからその福島県の、父兄の人たちが、特に母親たちが文科省の当時高木文部大臣のところに行って詰め寄って、文科省がまた学校内によって1ミリシーベルトまで下げることを目指すという表現にしたんです。はい、その時、その行動の時に僕一緒に見てたんですけど、文科省の、要はその20ミリまで引き上げるっていうのは、まあ、それで安全だと、ここは住める場所だよっていうことをアピールしたりとか、人の流出を防ぎたかったわけですよね。要は、まあ、その賠償だったりとか、そういう問題もあるでしょうけど、やっぱり福島県の知事としては税収を逃したくない、人を流出したくない、命に代えてもそっちを優先させたいという考えだと僕は受け取ったんですけども、やはり首長として人が外に出ていくっていうのは痛い部分であるには違いないですよね。考える以前に、先ほど申し上げたように3月、早い人はですね、3月11日の夜からこの南相馬市を脱出し始まって、ピーク時1万人ぐらいしか残らないまでに避難しちゃったんですよ。だから流出とかいう言葉は以前に流出、脱出し始まったんですよ。それで阻害されたりとか避難された方は徐々に戻りつつあるんですか、現状。現状としては、まあ、昨日段階でも4万と50人ぐらいの人口になってますので、はい、戻ってきてます。今現在福島の第一原発が収束しているわけじゃなくて、今も毎日10兆ベルぐらいのものが放出されているという話を聞いたことがあるんですけれども、今この段階で、おそらく乳幼児を抱えていたりとか、小さなお子さんがいらっしゃる方、一度戻ってきたけれども、やはり子供のために疎開したい、移住したいという方がいらっしゃったら、市長さんとしてはどうですか、そこを背中を押してあげたいですか。現実的に4月の22日に学校再開した時点からすると、戻ってきている人たちが530人ぐらい、生徒ですね、小中学生合わせて。で、逆に転出している人が200人ぐらいいるので、転出したいと思っている人も間違いなくおります。そこを我々が無理に引き留めるなんてことはできないですし、不安を持っている親御さんたちにとっては当然のことだと思います。ただですよ、我々としてはここが住めない大地だとは思っておりませんし、そのためにあそこに見えるようにグランドの除染だとか公共施設の除染を今全力を挙げてやっているという段階ですので、占領下げる努力をして戻れる準備をするというか、今住んでいる人たちの安心感を高める努力はしています。嬉しいですね。というのは、なんとか人を逃がさないでいこうとしている国だったりとか県だったりという態度とは明らかに言われていることが違うと思うんですよね。やはり危険を感じてたりとかっていう方はご自由にというスタンスですよね。その代わり戻ってくるまでにはちゃんと除染などとして対応したいと。そうですね、ここの工程でも除染されてますけれども、今国に求めたいことは何ですか。ここで特定避難解消しての説明会に 出られた方どれくらいいるか分かりませんが、原町鹿島の中で8行政区が特定避難解消地点に関する地域の方です。その時に多くの質問は、市長も含めてお前らここに住んでみろと、特に国の管理に対しては、ここに住み続けてから物を言えというような感じの緊張感というか、怒りでもう充満しているんです。ただ申し上げたのは、だから我々はそれを
で説明しました。みんなが例えば 0.1 マイクロシーベルトにしたからといって私は安心できるという人は100人が100人ではありません。ゼロでないと戻ってこないという人も多いし、ゼロでなければ戻ってこないという人について言えば、残念ながらあなたは全く勉強していませんでしたね。私も勉強していなかったけれども、日本国中でゼロなんていうところはどこもありません。ですので今までこの放射線について全く学習してなかったっていう現実が明らかになっただけで、過去にどの程度のデータがあって今どこまで高くなっちゃって、それをどこまで下げればより住む上での障害がないレベルになるのかと、そういう疑問が全くないんですよ。残念ながら高ければ低くすればいいだろう、これはその通りですけども、じゃあどこまで下げればいいんだろう、で民家はどうやって調整すればいいんだと、そういう具体的なことをみんなで確認しなきゃいけないし、同時にそれは国がしっかりと責任を持つと。皆さんが生活できなかったのなくなりつつあるのは国がそういうことを進めてきたからだし、東電がその事故を起こしたからなんだから、責任は東電と国が全責任を持ってやるんだということを常にメッセージとして出す必要があるんです。そういうことがされていないがために現場で混乱が起きるし、各首長を含めて自治体の職員たちは攻撃に遭うわけですよ。もう大変でしょ。皆さんの前で職員の弁明するわけではありませんが、寝ずに1ヶ月間以上、ほとんど寝ずに我々7月まで毎日役所を開いてたんですよ。約夜の10時ぐらいまで、朝の早い時は朝の6時ぐらい、そういう状況の中で問い合わせが殺到して役所は何やってるんだと、我々情報ない中でも問い合わせがあるし、不備なことについては役所職員が悪い、市長を出せ、夜中の10時半過ぎにそういう電話がかかってくるんですよ。そういうことに耐えられなくなって辞めていく職員もいるんですよ。だそういう状況にあることはなかなか皆さんにも知られておりません。ですので私が心を一つにして再興しようというのは、現実被害者も我々職員も市民も全く同じなんだから、そこで力を合わせなければ再興なんかできるはずがない。だそのベクトルを例えば東電であるとか国にしっかり向けていかなきゃいけないんです。そういう作業を我々はするために今の情勢も含めて具体的に取り組んでいるということです。要は全ての情報を明らかにしないし、それ一つも出てこないじゃないですか。小出しにして、それでみんなで記憶を連れていくのを狙ってるわけですね、そうやって情報統制で。電力会社も、なんで潰れないんですかおかしいじゃないですかって。潰れないんですか、これだけの事故を起こして。で、全ての人っていうか、一つの会社の利益のために被害を被ったんですよ、皆さん。なのにその人たちに対する保証は何もなくて、で結局社長さんが5億円でしたっけ、退職金もらって、で何一つっていうか豪華な設備とか売らずにそのままぬくぬくと生き延びられるっていうのがおかしい話ですね。西澤社長は7月1日は私のところに挨拶に来た際に、私の必要に東電の責任で対応してもらいますという会社にて、帰る間際に東電の責任で対応しますというふうに言ったんですね。だそこは私は担保してもらいたいと思うし、今後市民のあらゆる面での被害は東電側にあるし、国がその今まで進めてきた責任があるので、国がその責任を担保するというふうに思います。とにかく今本当のことっていうのがすごく見えづらくなってて、いろんな国とか東電による工作でいろんな対立構造というか、関係ないこと、例えば被災地の野菜を買う人、買わない人とか、そんな細かいところで、なんか自治体の対応が悪いとか、そういう関係のないところ、
一番本当の大元の部分の悪い部分だったりとか間違いだったりが正されることじゃなくて、なんかそういうところになんかこう矛先がいて、なんかすごいみんななんかごまかされてるというか、なんか本筋からこう身をすかされてるような気がするんですよね。それは私が言ってきた通りに、例えば義援金の問題で30キロ圏外の当初の義援金が出ないとか、仮払いがされないとか、そういうことで現場が混乱をするし、感情的な対立を生むんですよ。マスコミにも申し上げてきましたけれども、それはもしかすると東電の戦略になり、国がそういうことをもしかして考えているのではないかと。現場が混乱すればここ先は東電には向かないし、まあ、国にも直接的には向いてこないという現実があるわけなので、お金で差別をするということはやめてくれと。現場は被害者にあったのはみんな同じなので、同じ対応をしてもらわないと困りますよということを申し上げているけれども、残念ながら皆さんの中にもこう、なんで現金に差がつけられたんだとか、一時借り払いがなぜされないんだとか、お金でなんであそこをもらって割れば私のことはもらえないんだとか、そういうふうに現場で混乱をさせられている、みんな体験している現実ではないでしょうか。国が今出してる政策っていうのは後手後手に回ってとかっていうふうに思われてるかもしれないですけど、僕は無策に見せてる策だと思うんですよ。実は予定通り進んでるだけじゃないかな。それをしっかり国民が監視して声を上げていくことが必要なんじゃないかなっていう。やっぱりなかなか情報が出なかったことだったりとか、子どもたちも数値が20倍に引き上げられたりというところで、もう僕は我慢できなくなったんです。目の前の利益を守るために声を上げないんだから、目の前の利益を守ろうとして人の命をないがしろにしている政治家とか電力会社の人たちと自分も同じだなと思ったんです。だから我慢できなくなったんです。だから声を上げると思ったんです。もちろんもう直接の被害者ですよね。皆さん自然災害の被害者でもあるし、人災の被害者でもありますよね。毎日今被害被ってますよ。空からも飛んできてますし、海も汚染されてるし。だからこそもっと一緒につながって声を上げていけたらいいなと思ってで来たんですよ。ありがとうございます。まあ、我々孤立させられるのではなくて、被害を被った一市民が、まあ、一つお互い様だと、だから力を合わせていこうと、それは復旧も復興も同じ方向に向いていこうということでつながっていければいいし、我々それをまとめて、東電なり国に対してしっかりと申し上げていくのが我々の務めだと改めて思っています。だからぜひ一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。まあ、皆さん申し訳ありません。私が日程的にもうちょっと移動しなきゃいけないものがあるものですから、お二人に任せて申し訳ありません。もう決まってないんですか？2時半決断なんですか？いません。失礼いたします。また次回企画を組みたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。マイク、余分ありますか？できればそれを何か後で。はい、実は NHK さんの